今日は令和の時代にフィルムカメラで写真を撮ることについてお話ししたいと思います。どうもこんにちは HMJ アフタグラフィーのチャンヒョンミンです。ここ数年たくさんの人たちがフィルムカメラがまた流行り出しているっていうことについて話しています。いや本当にたくさんの人たちがこうやってフィルムカメラを手に取って。 フィルムで写真をまた撮り始めています。ただ、こういう流行りが何年も続いているっていうことは、これはただ単の流行りなんでしょうかいや、僕はこれは流行り以上の何かではないかと思っています。まず最初に言っておきたいことは、 フィルムはデジタルより優れているっていうことを伝えたくてこの動画を作っているのではありません。両方ともそれぞれ良さがあって、比べること自体がナンセンスだと思います。この動画を通してちょっと伝えたいことは、フィルムカメラも試してみてはいかがでしょうかっていうことです。いや、本当に楽しいですし、得られるものも本当に多いです。最近アメリカにいる僕の友達が、 僕の動画を見出してからまたフィルムカメラを手に取って写真を撮り始めたっていうことを言ってくれましたいや本当に嬉しかったですですのであなたもまたフィルムカメラで写真を撮り始めたら僕も本当に嬉しいですさてなぜ僕は令和の時代にフィルムカメラで写真を撮ることをおすすめするのでしょうか一つ目の理由はまあ当たり前なのですが フィルムらしい写真を撮ることができます。最近、たくさんの人たちがフィルムっぽく見せるフィルターをつけて、インスタグラムなどといった SNS に写真を投稿するのをよく見かけます。ですが、フィルムカメラを使えば、本当の意味でフィルムらしい写真を撮ることができます。もちろん、最近のデジタルカメラを使えば、フィルムカメラよりも 高画質な写真を撮ることができます。ただ、これって比べるべきものではないと思うんです。これって僕が思うには、写実的な絵と抽象画を比べて、写実的な絵の方がもっと本物に近いから優れているって言っているようなものだと思うんです。両方とも良さがもちろんありますし、お互いを尊重し合うべきだと思います。二つ目。 フィルムカメラで写真を撮り始めるにあたってそこまでお金を使わなくても大丈夫ですフィルムで写真を撮ることが安いと言いたいわけではありませんいや最近フィルム価格もどんどん上がってきているのでむしろ逆ですただ僕が言いたいことはフィルムカメラで写真を撮ることを試してみたいならそこまでお金をかけなくても大丈夫だということですいやもちろんたくさんかけることもできますが そんなにかけなくても大丈夫です。近くの中古品屋さんやメルカリ、ヤフオクなどでも結構安いフィルムカメラを見つけることができます。または映るんですとかでも大丈夫です。3つ目、写真を撮るスキルを向上させることができます。最近のフィルムカメラでは機関銃を持ったジョン・ランボーみたいにたくさん写真を撮ってもただです。でもフィルムカメラだと 物理的にフィルムを消費していくので一枚一枚がお金なんです。ですので自然とシャッターを押すたびに思いがこもるようになります。構図やまたどのようにすれば最高の瞬間を切り取ることができるかについてもっと考えるようになります。そしてフィルムを現像してまたその後スキャンしたりンガしたりして写真を見ながら どれほどうまく撮れたか、どれほどうまく撮れなかったかを見ることができます。そうして次にどうやってつなげるかについてもっと考えるようになります。フィルムカメラで写真を撮ると手ももっとかかりますし考えることももっと多くなります。そのことによって写真を撮るスキルそのものが向上します。またその向上したスキルは フィルムカメラだけでなくデジタルカメラで写真を撮るときにも応用することができます。四つ目、楽しみに溢れています。ほとんどのデジタルカメラと違って写真を撮ってすぐ見ることができません。それってすごく不便なことのように感じるかもしれませんが、僕の個人的な体験では、それって楽しみの方が不便さより勝っています。 シャッターを押しても写真を見ることができません。ですので、楽しみが溜まっていきます。そしてその後、現像してスキャンすると本当に自分にプレゼントをあげているような気持ちになります。そうやって写真を見て、本当に僕が思っていた通りの写真が撮れていたら嬉しくなりますし、思ったような写真が撮れなかった場合は、成長する機会と捉えています。そして、 時には思ってもいなかったサプライズがある時もあって本当に楽しいですそして5つ目フィルムを作っている会社も息を吹き返してきているように思います富士フ,フィルムさんごめんなさいあなたのことではありませんですが最近なくなったフィルムが戻ってきていたりまたさらには新しいフィルムが発売されたりと もしかしたらフィルムで写真を撮り始めるのには最高のタイミングかもしれませんどうもありがとうございましたこの動画を通して一人でもフィルムカメラで写真を撮る人が増えたらと思いますいいねとチャンネル登録そしてシェアもどうぞよろしくお願いしますそれではまた